立憲民主党連邦批判され逆切れ内閣不信任決議案で立憲民主党の内閣不信任決議案の提出に関し維新や国民民主党マスコミから批判が出ておりますが7日にツイッターにて立憲民主党の連邦さんが、まあ、このように批判に対しああだこうだと逆切れされておられますけども7日に 自民党の福田総務会長は記者会見にて、不信任案を出すことは重いものだ。反対作用として衆議院解散が起こりうると批判いたしました。この不信任案に関しては、まあ、提出するのは勝手でございますが、大義名分がないのに出しても意味がありません。立憲民主党などのおかしな野党の皆様は、国会議員としての能力が不足しており、まあ、政治ができないため、 政局で大騒ぎしようと格索しているようでございますが、このような政局に国民の皆様はうんざりしており、それがおかしな野党の議席数、支持率に反映されております。国民の皆様、参院においておかしな野党に対し、しっかりとお給を据えていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。